今日の企画は、できるだけ早くモアイ塗ってみた。おいおい、いきなり何が始まったんだ。今日、競技をさせていただくや決まる持ちです。今日、競技、面白い瞬間なんてありませんでしたけど。あなたの存在自体が面白いんですよ。とてもけなされた気分。ということで皆さんこんもちは、やきまるもちだよ。私、モアイ評論家の霊夢です。そんなの初めて聞いたよ。さて、早速競技の内容について説明してもらいましょう。よろしくお願いします、マリサさん。モアイ評論家の肩書きどこやった？過去に置いてきた。よくわからんが世界中のモアイに謝れ。この競技は至極簡単。無理やり軌道修正しやがったよ。できるだけ早くモアイを塗ろうというものです。やきまるもちさん、今日の意気込みは？はい、もう始まってるんで後にしてもらっていいですか？そこをなんとか。もう集中させてあげろよ。おっと、ここで足場を使っていく。これ以上モアイをインクまみれにするというのか。そういう競技だってついさっき説明してただろ。それも過去に置いてきた。どれだけのものを過去に置いてきたら気が済むんだ。この世のすべてとうとうこの世を巻き込みやがったよ。そろそろマリサを普通に喋らせてあげて。マリサはいつもこの喋り方だもんね。そんなわけないだろ。ツッコミの時だけ抑揚がなくなる呪いにかかってるんだよ。そうなの。呪いといえば、キスで呪いが解けるっていうのを聞いたことがあるわ。私の愛情のこもったキスを受け取るのよ。冗談は顔と体だけにしてくれよ。私の存在を冗談にしようとするな。ところで、二人とも知ってるか？まだ何も言ってない。モアイ像には胴体があるですって。イースター島には今でも人が住んでるだって。どうしていようとしてたこと全部わかるんだよ。そりゃあ、ね。僕たち、三神三体だからね。一神同体みたいに言うな。三つの心に三つの体で当たり前のオンパレードだよ。モアイだって、こんなインクまみれになるために生まれてきたわけじゃないんだぞ。そうだよ。僕のロッカーに飾られるために生まれてきたんだから。地獄にいるよりインクまみれの方がマシね。そうだよね。僕のロッカー地獄呼ばわりされてるの？ということで、今回の縛りプレイも見てくださってありがとうございました。ちなみに、クリアタイムは1分38秒だったぞ。これを超えられる猛者たちはぜひコメントしてね。ってことで、バイバイ。